こんばんは、アメヤです。今回のツインルームは最近買ったものを紹介します。イエーイ。ということで、今回は私たちが最近買ったお気に入りのアイテムをご紹介していきたいと思います。はい。最近涼しくなったので、はい、秋はファッションが楽しい季節ということで、秋のファッションそんな楽しい秋冬ファッションのお気に入りのアイテムを紹介していきたいと思います。はい、では早速スタート。はい、じゃあまずはあやから、じゃん。こちらはあみちゃんに教えてもらった、あみちゃんが可愛いバッグ持ってるなと思って、それどこのって聞いたら、このブランドハイっていう海外のロンドンのブランドなんですけど、このサテンの身頃の生地とこのバンブーの取っ手がすごい絶妙なデザインで可愛いなと思って、あと色がすごく綺麗で、ちっちゃめだけどなんかこう街があって、メイク用品とか必要なものがこうちゃんとしっかり入る大きさなので、このサイズ感も気に入ってます。秋に大活躍させたい。どうぞどうぞ自分でどうぞあ、じゃあ海は一緒のやつ、色違いで。このハイのバッグは私もイエローを最近ゲットして、このラベンダー の、 あの別の形のやつは持ってたんですけど、このバンブーのやつは持ってなかったのでこれを買いました。可愛いですよね。これはお揃いで色違いで買いました。デンデン。このブランドはウエストオーバーオールズっていうブランドで、このブランドは日本のブランドで、デニムの種類がとっても豊富なんですけど、形がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。ハイウエストでセンタープレスが入ってて、こうで絶妙なこのデニムのブルーの色味と、形がね本当に綺麗なの。デニムなのにすごく綺麗めなスタイリングができるっていうのが気に入ってるポイントで、あとは履きやすい、かわいい。これはグッチの麦わら帽子なんだけど、かわいいよね。夏の素材、冬の素材って関係なかったりするから、使えそうだよね。これまだ秋口にも使えるかなと思って、ちょっと活躍させようかなと思って、このロゴのね、テープがかわいいね。そう、ここにロゴが入っててね、全部ジャガードで、ジャガードじゃないか、刺繍になってて、そう、かわいいんですよ。かわいい。なんかこうバイカラーだからこうガーリーになりすぎなくていいですよね。ちょっとやっぱ黒が入ることによって締まるので、はい。これはジュエティの帽子なんですけど、ファーのバケットハットで、こんな感じで今のただ T シャツにデニムでちょっと長袖のシャツぐらいの今の時期とかにちょっと秋要素を足したいっていう時に気軽に足せるアイテム、でこれさ、あんまりボリュームも出すぎなくて使いやすいよね。なんか1個持ってるとこう気分を変えたい時だったりとかテイストをミックスしたい時にすごい使えるアイテムなのでおすすめです、はい。あとこれは白と黒もあって、私はピンクを買ったんですけど、このピンクの色味も絶妙なくすんだピンクでとっても可愛いんです。はい、はい、じゃあ次プラダのナイロンバッグ。そう、プラダのリングになってる。そう、プラダのバッグはナイロンのバッグは結構何個も持ってるんですけど、この赤は持ってなかったので、自分のファッションにも赤は差し色ですごく使いやすいので買っちゃった。かわいい。そう、めちゃめちゃ使いやすいんですよ本当に、このプラダのナイロンのシリーズって。ねえ、私も大好きね。そう、だからこれは本当に何個持ってても困らないし、
もでも欲しい。なんかでも欲しい。全色欲しいよね。全色欲しい。すごい色味も全部可愛いんだよね。カラフルで。そうなんですよ。でまだピンクを狙ってます。まだ欲しい。まだ欲しい。さあこれは本当におすすめ。じゃん。うん。いやミュウミュウのレザーのバッグです。うん、ね、この形にマニティ型可愛い。一目惚れして。結構中も入るんですよ、うん、あとは物を見つけやすい、うん、やバニティ型ってなんかちょっと使いにくそうなイメージあったけど、うん、これはすごい使いやすい、うん、すごい使いやすいで意外と黒のバッグ最近買ってなかったので、うん、すごい使いやすいんですよ、うん、バンドティーにデニムとかバンドティーにロングのドクターマーチンとかの時とかもすごいハマるので、うんなんか自分のスタイルにすごい合ってるよ、ね、マッチするバッグです。はいはい。行くまでよね。まだ僕に注目してって言ってるもん。そうそうそう。あげない。あげない。